ウィンズナンバは、大阪府大阪市何区ナンバ中にある、日本中央競馬会の場外勝馬投票券、発売所である。水曜日、木曜日は、兵庫県競馬組合の場外勝馬投票券発売所ナンバ場外発売所として営業している。京阪神急行電鉄の子会社である、京阪神競馬が1956年、大阪球場に併設して開業した。従来、 場外馬券売り場は馬券を買うだけの場所であったが、ここは大阪球場の敷地内にあるため敷地も広く、全国唯一の滞在型の場外馬券売り場であった。屋主である大阪スタジアムは1970年、競馬ファン相手の食堂を開業。人気を博したため店舗を拡大し、球場内外に大食堂街を形成した。外野席の元が場外本館で、 場外別館の壁をスコアボードに利用していた。大阪球場が取り壊された後は、跡地に開業したナンバパークスに2002年7月、大幅に増床した上で、テナントとして入居。2007年4月のナンバパークスグランドオープン以降は、女性や家族連れの来場者が増えている。JRA ウィンズの中でも、商業施設とタイアップした近未来型ウィンズであり、子供連れで来場すると、 子供向けグッズを入手できることもある。2006年から原則水曜日に難波場外発売所として、兵庫県競馬組合の馬券が発売されるようになった。なお祝日やダートグレード競争が行われる場合には、その日に発売されることがあり、また発売なしの週もあった。2011年1月13日からは、兵庫県競馬組合の場外発売が毎週、水曜日、 木曜日に拡大する。また、門別競馬場、大井競馬場、川崎競馬場、高知競馬場で開催されるナイター競争の発売が行われることもあるが、この場合は前売りのみの発売となり、その翌日に臨時払い戻しを行う。また、その他競馬場のナイター競争は金曜日に行われるので発売されない。 ナンバ場外発売所としての発売と払い戻しはウィンズナンバの地下1階のみで行われる。ありがとうございます。